これは、ある日突然起こった出来事です。今日の夜ご飯何かな？あれ？うずくまっている人がいる。どうしたんだろう？大丈夫です。どうして、意識が。かのちゃん！炭治郎くん？それにみんな、どうしたの？俺たちもよくわかんないんだよ。目が覚めたらここにいたんです。学校から帰っている途中だったんですが。どこなんだろう。あれ？服が変わってる？それに私たち以外にもたくさんいる。そうなの。同じ学校の人もいれば違う学校の子もいるみたい。俺様腹減っちまったよ。早く帰りてえよ。この状況でよくそんなのんきなこと言えるよ。何か文字が出てきた。極秘一斉能力テストにようこそ、だって。これから皆さんにはいくつかのテストを受けてもらいます。テストが終わったら家に帰れます。何ですかそれ。突然連れてこられて勝手すぎます。健闘を祈ります。それではまず一番の扉へ。どうしよう、なんか怖いね。係の人も見当たらないし。待って、壁動いてない。早く行かないと潰されちゃうよ。要するに学校でやった体力テストみたいなもんだろ。俺様おっさけ。あ、伊之助くん、仕方ない、みんな行こう。あれ、ここはなんか広場みたいなところ。ここで何を。俺様やったことあるぜ。余裕余裕。もしかしてあの薄気味悪いでかいのが鬼の代わりかな。だるまさんが始まった。みんな頑張ろう。転んだ。何？しっかりしろ。よくわかんねえけど前に進むんだ。ねえ、今撃たれたんだよね。動いたら私たちも。いや、いやだよ。ねずこちゃん、俺が守るから頑張ろう。転んだ。鬼の上にあるモニターに数字が書いてある。あれってもしかして私たちのジャージに書いてある数字？きっとそうだ。あそこに数字が出た人が撃たれてるんだ。みんな絶対クリアしよう。あ、クリアって書いてる。よかった、みんな無事だよね。もちろんだぜ。今度は何ですか？撃たれた人たちをどこかに連れて行くの？血は出ていないみたいだけど。また壁が。次の部屋に行こう。こうして最初のテストを無事クリアした私たちはほっとしていました。でも。なあ、もうこんなのやってられっか。もう猪之助くん落ち着いて。折れた。え、猪之助くん。いやあ、俺のも折れ。いや、いやよ善逸くん。善逸くん。私だけ別のチーム。諦めちゃダメだ。なんとかどっちのチームもクリアする方法を。なんとか言ってくれよ。あははは、大丈夫です。このままじゃ俺たちが勝ってしまう。どうすれば。みんな、あとは
任せましたよ。うん？急に軽く。まさか、ういちゃん力を抜いたんじゃ。キャー！あういちゃーん！ねずこ、かなおちゃん。今回は別々に戦わなきゃいけないけど、絶対クリアしてね。うん。お兄ちゃんも、負けないでね。炭治郎くん、私、勝てたよ。よかった、俺もだよ。残るは、ねずこ。あ、戻ってきた、ねずこ。お兄ちゃん、かなおちゃん。嘘だろ。ねずこちゃん、まさか。ごめんね。ねずこ。ねずこ、ねずこ、いのすけくんも、ぜいつくんも、あおいちゃんも、一体いつまで続くんだ。炭治郎くん。二人で、絶対ここを出よ。あ、私の番だ、行ってくるね。うん。え？かのちゃん、危ない。え？炭治郎くん。かのちゃん、かのちゃんは生き残って、いやーいやみんな、早く行かないと。最終テスト、これで本当に終わりなんだ。でも、みんなはもういない。何？停電？何も見えない。くっ！何この匂い？息が苦しい。目を覚ましたと。大丈夫ですか？何があったんですか？え？おまわりさん？助かったの？ここは？藤の花公園にて児童複数名が意識不明。現在状況を調査中。応答願います。どうぞ。藤の花公園？学校の近くだ。児童複数名？みんな！ぜいつくん、ひのすけくん。ねずこちゃん、葵ちゃん。大丈夫、気を失っているだけですよ。よかった。炭治郎くん、あの、近くに、おでこにあざがある男の子が。かなおちゃん。よかった、無事だったんだ。こうして私たちは、無事お家に帰ることができました。世間を騒がせたこの事件は、一切手がかりが見つからず、迷宮入りしたそうです。あれは一体何だったのでしょうか？